おー、いけいけいけ、食わせますよ、フッキング、よっしゃおっしゃ、取れたー。どうもチートンです。今日はこの池にうなぎを釣りに来ています。ちょっと変わったうなぎなんですけど、ニョロニョロのスペシャリストであるあるお方がそのうなぎを釣るということで便乗しにやってきました。いた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 、早速やってますね。遅くなりました。どうも。ニョロニョロのスペシャリスト、猫久志さんです。どうもこんばんは。こんばんは。よろしくお願いします。お願いします。そしてもう一人今日はね、一緒に釣りをしていく石本亭の海瀬さんですね。はい。海瀬です。よろしくお願いします。どうですか、雰囲気は。今ね、とりあえずここのところにいっぱい見えたんでね、とりあえずそれをね、釣れればと。いいっすね。じゃあ早速ね、やっていきたいと思います。僕の方も仕掛けの準備をしていこうと思うんですけど。はい、これです。お、仕掛けの準備が整いました。ありがとうございます。いやいや、最短だ。指輪みたいなのに針と糸がついただけのこの簡単な装備でね、今日はやっていきたいと思います。ということで早速釣っていく。早速僕もやっていくんですけど、ミミズをね、家で取ってきたんで、それを、あ、一匹逃げてる。これをじゃあ針に引っ掛けしてやっていきます。アドバイスとしては、はい、目が悪いけど音に敏感なんで足音気をつけないとダメです。あと空気呼吸の魚なんで水面に顔を出してるんですよ。それをね、見つけられれば。おやるね。これそうじゃないですか、顔出してる。あ、いた、いる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 。よかった。え、釣っちゃっていいですか。あ、ぜひぜひ。もう一回もう一回。おお、いい感じですね。おお、いいですね。で、2回食うんで、1回食ってもう1回飲み込もうとするんで。わかりました。もう大丈夫です、食わせた方がいいです。出過ぎっす、出過ぎ。いけます、いけます、いけます。おお、おお、釣った、ゲット、タウナギゲット。初タウナギ到着して3分で釣り上げました。皆さん見てください、これがタウナギです。タウナギはね、ウナギって名前はついてるんですけど、よく皆さんが食べるウナギとは全く別種で、タウナギ目タウナギ科に属する淡水魚の一種です。またこのタウナギは約100年ぐらい前に朝鮮半島から奈良に持ち込まれたという記録があって、外来種に指定されています。またタウナギはこういう池にもいるんですけど、田んぼやその用水路にもいることがあって、穴を掘って住処にする習性があるので、田んぼを囲うアゼに穴を開けちゃって水が漏れて田んぼが干上がっちゃうなんていうこともあるようです。しかも空気呼吸をするので、湿った土の中であれば越冬することができます。ということはですね、秋冬に水が干上がる田んぼであっても、次水が入る時まで土の中で生きながらえてしまうので、一度侵入してしまうとなかなか駆除することが難しいという外来種でもあります。あ、いた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 、でけえ。ちょっとね、一応根ずれ防止のために引き出して。おー、すげえ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 。食いつくか、食いつくか。おー、いけいけいけ、食わせますよ。はい。あー、もうかっけえ。猫さんが今、おー、いった、振り上げた、ヒット、おっしゃー、さすが猫さん。今タウナギが顔を出してミミズに食らいついた。あっそー、惜しい。もう一回踏み込まないか。いいよ、こんでる、こんでる、こんでる。あ、釣った、釣った。粘って粘って粘って粘る粘る粘る、出た出た出た、よっしゃー、ゲット、釣れたー、ナイスゲットです。ありがとうございます。そう、焦る気だ。お、取った、おー、すげー、ゲット、いやー、ゲット。うわー、息がいい、息がいい。持って帰って食ってやるからな。いたー、いた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 。皆さん見えますかね。そう、これです、これ。ここにね、今タウナギいるんですよ。あんま強く照らす前に餌、やばい、潜っちゃった。ただ場所は確定ですね。あ、出てきた出てきた、いや、出てきた出てきた、頼む、釣り上げたい。いますよ皆さん、僕今釣り上げますからね。さあ、で、こい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 、警戒心強め、いいかな。1パック1パック1パックですよ。いいね、上に上に上げた方がいい、その方が上に上げた方がいい。お、あ、まだ大丈夫、ついてます。まだまだ食わせられる。うわ、緊張する。いた、あ、ダメだ、向きが悪い。いや、頼む頼む、もうちょい。あ、ダメダメ、何この子。ここで釣りたい、ここで釣りたいぞ。さあ、餌におびき寄せられて、タナギが今、食べた。ダメだ、下手くそ、もう下手くそ。いや、むしろうまいのか。あ、マジマジマジ、もう一回もう一回、これだけでも食べて。餌が、フッキング、よっしゃー、よっしゃ、取れた、釣れました。あ、粘った粘った、よっしゃ。いや、見てください、いいサイズいいサイズ、タナギゲット、追加。
わあすごい。猫さんのお尻ちょっと。おーゲットした。いやかわいい。いやいっぱい取れました。今日の釣果は1234。はい、今日の釣果は4匹です。それでは帰って調理していく。はい、帰ってきました。こんな感じで少し水槽で飼っていました。タウナギってよく見ると顔がめちゃくちゃ可愛いですね。この顔の形とつぶらな瞳、なんとも言えない表情ですよね。本当に可愛いんです。あんまりね、可愛いとこの後食べるのが大変なんですけど、今日は心を鬼にして調理をしていきたいと思います。はい、ということでタウナギを締めて血抜きも完了しました。タウナギの血はかなり赤くてですね、映像に残すことはできなかったんですけど、おそらくヘモグロビンが多くて低酸素に強い魚なんだなっていうことを伺い知ることができました。はい、そしてこのタウナギ、ヒレが退化してて胸びれも背びれもなくって、そういった点でもね、ウナギとはちょっと違うフォルムをしてますね。完全に見た目ヘビとかウツボみたいな、そんな感じですね。ちなみにこの子はかなりもう大きいのでオスですね。タウナギは生まれた時はメスで、40センチ前後に成長するとオスに性転換をする不思議なお魚さんなんです。ちなみにそのオスなんですけど、繁殖期になると巣穴を掘って泡で卵を保護して、新鮮な空気を卵が孵化するまで送るイクメンなんです。さらにタウナギのイクメンぶりはとどまることを知らず、生まれたベビーたちを口の中で育てる口内保育までする超イクメン生物なんです。もう本当に人間のオスも見習わないといけませんね。はい、ということでおしゃべりが過ぎたので、そろそろさばいていく。はい、タウナギは皮ごといただくので、塩で少しぬめりを取っておきます。タウナギ全然臭くないですね。なんかこの後が楽しみになってきました。はい、塩もみも終わりました。もうかなりね、ぬめり取れましたね。それ、血抜きがしっかりできてるんで、そこまでね、グロテスクな感じにはなりませんでした。なんでちょっと映したいと思います。こんな感じでね、ここに今心臓があるのかな、これ心臓ですね。はい、ここ小さな心臓があります。はい、食道があって、ずっと消化管が続いていて、肛門という感じですね。うん、特段強い生臭さとかはないんですけど、なんかね、本当にウツボとかそんな魚をさばいているような軽い生臭さはあるんですけど、まあ大したことないですね。そして猫さんの奥さんに教わったんですけど、背骨をグッと取り除くようにしてあげると綺麗に全部抜けるよって言われたんで、ちょっとやってみたいと思います。頭取れちゃった。なんかいっぱい身が取れちゃったかな。あー、思ってたんと違う。ちょっと背骨に肉がつきすぎるので、しっかりさばいていこうか。ちょっとこれ切ろう。はい、はい、ということで下手くそなんですけど三枚おろししました。今回一切れは塩コショウ炒め、そしてもう一個はね、今回食感を生かしたある料理にしていきたいと思います。ちょっとね、胴体の方の失敗した部分、これもね使っていきます。うなぎといえば皆さん蒲焼きを思い浮かべると思うんですけど、タウナギはかなり食感がね、うなぎとは違うので、蒲焼きではなくてね、こうやって細かく切って炒め物にするのが基本的にはいいようです。タイやベトナムだとうなぎといえばこれと言われてるくらいなんで、ちょっとね楽しみです。はい、これを塩コショウ炒め、そして残りのこれを袋に入れて、秘伝のタレ、これね、あるお店で売ってるホルモンの味噌ダレなんですけど、これニンニクが効いててめちゃくちゃうまいんで、これでタウナギの切り身をつけてホルモン焼きみたいに炭火焼きをしていこうと思います。ドバドバと入れてよく揉んで、そしたらしばらく寝かせてから焼いていきたいと思います。楽しみ。はい、結局24時間寝かせました。早速焼いていきたいと思います。今日使う炭はこれ、ヤシガラ炭。これね、初めて使うんですけど、どんな感じなんだろう。ファイヤー、着火が簡単ですね。一箇所につけるだけで全体に火が回っていくようになっています。すごい、あっという間に全体に火が回って、もうすでにおき火のような状態になってますね。素晴らしい。ヤシガラ炭ファイヤー、さあやっていきましょう。わ、投入。おい、あっちあっち。お、めちゃくちゃいい匂いしてる。なにこれ。あ、すごいいい香り。あっという間にあっちも焼けちゃいそうなんで、ホルモンの方も焼いていきます。それ
ちょっと待った、めちゃくちゃいい匂いしてる。これ絶対美味しいわ。さあ、こっちもね、味付けしていきましょう。塩コショウして、いやうまそう。タウナギもね、野生下で育ったものなんで、しっかり中まで火を通していきましょう。めちゃくちゃやばい。皆さんに香りが届けられないのが残念です。ホルモンダレが焼ける匂いとね、タウナギの肉の焼ける香り相まって、めちゃくちゃいい香りです。はい、完成しました。左側が塩コショウ焼きで、右側がホルモン味噌ダレ焼きです。タウナギに感謝していただきます。塩コショウ焼きの方から。うん、うまっ。あれ、すごくコリコリするって聞いてたんですけど、あれ、割とふわっと食べれちゃった。なんでだろう、1日置いたからかな。すごくコリコリする食感だっていう風に、まあ前情報として見たり聞いたりしてたんですけど、コリコリしないでふわふわと食べれちゃいます。1日寝かせてる間に筋肉内に含まれる酵素によってタンパク質が分解されて食感が変わった可能性がちょっとありますね。さばきたてを調理するともしかしたらコリコリするのかもしれない。これもしかしたら発見かもしれないんで、皆さんももしタウナギ食べる機会があったら、さばいてすぐ食べるパターンと、さばいてから1日置くパターン、ちょっとやってみてほしいです。はい、そして期待しているホルモンダレにつけたタウナギ、いただきます。うん、まっ。これは間違いない。何これ、ホルモンダレとの相性抜群ですね。庶民の味方、ビールの味がする発泡酒麦とホップ、いただきます。あー、うめーうめーうめー。うわー、やばいな、これうまいよ。ホルモンダレとタウナギの相性めちゃくちゃいいです。最高。これ万人受けする。これね、タイとかベトナムでは普通に食べられてるらしいんですけど、わかりますね。これ完全に食材です。これはうまい。いわゆる夜食の中で美味しいとかいうレベルじゃなくって、スーパーで売られてても手に取られるうまさですね。うん、焼肉店で出せますよ。ホルモンダレにつけたタウナギ、非常に相性抜群。はい、ということで残りのタウナギは家族にも少しね、味見してもらおうと思います。皆さんもタウナギ釣る機会があったらぜひ食べてみてください。ごちそうさまでした。ということで、今後もね、こういった取って食べる系のチャンネルやっていくんで、もしよかったら高評価、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。バイバイ。